はい、どうもこみです。さて本日はこちら関西クラクラクラブからお届け出したいんですけどもですね、いや口内炎がマジで治んなくてですね、もう病院に行ってるんですけど、なかなか薬が効かないと。こういう時ね、日本にないと不便ですよね。その気軽に自分の症状を伝えたりとか、まあ、あとその薬局行ってね、そのまあサプリメント買うとか、まあ、気軽にできないっていうのがね、まあこのドイツに住んでるちょっとなんかその不便さを今感じてるんですけども、なんかね、そうこうしてたらこの鹿さんの真ん中にもなんか出来物ができちゃったりして、もうなんか今出来物に苦しめられておりますね。はい、というところなんですけども、本日はアップデート環境、やっぱねこちらいいですね。空が楽しい。やっぱね、ラバハウンドが強くなったり、ボマーが強くなったり、空系のユニットが強化されたことによって、まあ空パートのね楽しみ方っていうのがやっぱ増えたっていうのが大きいですよね。まあ、本日もそこに関してちょっとねお話をしていきたいというふうに思うんですが、まあいつも以上に、滑舌は悪いというふうに思うんですが、必死にね頑張りますんで、ね、何卒最後までよろしくお願いいたします。というところで本日はですね、キリチョーさん特集行ってみたいというふうに思います。このキリさん、この方ですね、やばいんですね。ちょっともう空がうますぎる。今ね、私ももう先生になってもらっていて、キリチョー塾をね今ちょっと、対古民向けに開いてもらってるんですけどね、皆さんもしね、の空を習いたいって方がいらっしゃったら、ぜひぜひね関西クラクラクラブ、まあ、気軽に遊びに来てもらえたらなと思います。サンフォル13から募集しておりますのでね、と、まあ、広告も入れながらですね、はい、こちら行ってみたいと思います。合計3本今日見てもらいたいというふうに思うんですけども、ちょっとねガガガッと喋っちゃいましたが、このクエイグライトニング、まずは見てもらいたいんですけども、今ですね、相手のこのクランジョーを壊しながら透析キーイーグル法、この3つを全部、ライトニングの呪文とクエイグで壊していきました。やっぱねこれができるとですね、その後このヒーローパート、これ援軍つらないのでこいつらがめちゃんこ仕事するんですよね。でそれが、まあ、相当美味しいというところで、これを使う方も、今使っている方も実際多いと思うんですけども、本日見てもらいたいのは、この、ヒーローパートっていうのは1個だけですね。ヒーローパートっていうか、このライトニング編成っていうのは1個だけ。それ以外は別の編成を、見てもらいたいというふうに思います。まあ、この編成の特徴っていうのは、今のようにその、対空の主力防衛がもう重なっている部分があった場合、そこにこう当てることによって一気に、空パートに対する防衛力を、無効化しちゃうと。アーチャークイーンとロイヤルチャンピオンもこのクラン城を壊したことによってヒーローが処理してくれたんで、あとはラバルを回すだけって感じですね。こんな形でまずは3次方面のラバル少量で回していきます。これね別動隊ですね、完全に、主力ではないです。なので主力部隊はまだ出さずに温存しておきます。でこれクラン城、間違えました、タウンホール、隙間が全くないんでイコール罠がないってことですよね。なのでここにスニークゴブリンがしっかり入りさえすれば、もうタウンホールを必ず壊してくれるということになるので、中にスニークゴブリンを入れておいて、こんな形ですね、残りの30枠はラバハウンド、スニークゴブ5のラバハウンドという形で、ソラパートに対する、まあ、最高のね、この投下弊社じゃないわ突撃艦の使い方をしているというところですね。まあ、見てもらって分かる通り完璧にバルーンが残っているので、まあ、最後ね結構これがウィズ島に落とされはするんですけども、もう中盤から終盤にかけて、まあ、ほぼ全開をまあ確信できるぐらいの、ユニットが残っているのが分かるかなというふうに思います。まあ、このライトニング編成使うとですね、やっぱりまあ難点は、呪文枠数が限られるので、ヘイスト、あとはフリーズにかける、枠数がどうしても、まあ、不十分になりがちです。まあ、そういうことがあって、この最終区画、だいぶですね、この対空防衛が重なっているところでちょっとね、苦戦するんですが、おそらくこれバーバリアンキングとかがこの辺を壊してくれてる前提っていうのも、もう多分あったと思うんですけどね、まあ、壊しきれなかったんで結構落とされちゃうんですけども、まあ、こんな形ですね。しっかり回収の外交でも出しているので、もう時間にも余裕を持って全開することができるというところですね。で、ですね、冒頭言ったように今すごい空って楽しくなってきてると思うんですよね。なんですけども、それを楽しむためにはこの攻め一辺倒ではやっぱりダメだなというふうに、ちょっと私も最近このキリチョー塾でですね、学びながら思っていまして、なんだかんだ言って昔からやっていた、その突撃艦ライドラバルーンからの、スーサイドラバルっていうのも全然捨てがたいっていうのがあると思うんですよね。でその、この戦術も、突撃艦とラバハウンドが強化されたことによって当然強くなっていますので、これを使っていかない手はないというところですね。まあ、残念ながら、黒の呪文で増えるバルーンの数はちょっとね、変わらないんですけども、これぜひぜひ見てもらいたいので、その従来のね、形っていうのもぜひこれが、これ見てもらいたいと思います。同じこと2回言っちゃった言っちゃいましたね。
これも校内のせいですね。はい、というところで、これタウンホールとクラン城がこう隅っこにある配置、まあ、よくありましたよね。これもスニゴブが大活躍ですね。スニゴブを5体当てることによって一気にこのクラン城を落として援軍無効化。これもですね、さっきの、攻め方の次に出したのが一応理由があって、援軍を無効化すると何せヒーローパートが伸びるんですね。なんでここに関して、どんだけそのヒーローパートと、ライトニングパートだったりなんだかんだで、まあ、援軍を出さないような、形を序盤作ることによってアドバンテージが取れるか、そこを考えた上でこれはいけると思った場合にはやった方がいいですね。今回なんかはもうタウンホールが無条件でこう取れちゃうし、あと、スニゴブ5体ってものすごいコスト的には低いですよね。15枠で援軍無効化できるって言ったら、まあそれは当然やる価値あるかなっていう感じで、ただしこういう配置って、バルーンのルートを作るのが難しいんですけども、そこに工夫を加えてるのはこのロイヤルチャンピオンを先に当てるんですね。先に当ててある程度ロイちゃんで対空施設、対空砲なりシングルインフェルノを削ってから後ろから突撃艦のバルーンとで、クローンレイジですね。こうすることによって、突撃艦が村の中心部までこう刺さっていくので、こんな感じですね。ロイヤルチャンピオンもこの中に入っているライトニングドラゴンでワンチャン処理という形をこう綺麗に作ることができるっていうのが美味しいですよね。まあ、ギリ、ロイちゃんが処理できないんですけどもね、2発目を当てることによって処理できるという形ですね。で、まだこの後ライトニングドラゴンが仕事をしてくれるってのもまあすごいですよね。今の、形っていうのは、ここのクラン城を壊しながらロイちゃんで、序盤三次方面削り入れてからの突撃艦をガツンとこうね、流していく、でここで弾けさせるっていう、真ん中で弾けさせるっていう、まあ、形を作ったんですけども、その後のですねバルーンパートっていうのも実は見逃しちゃいけないところで、やっぱりさっきの1本目と同じで、キリジョーさんですね、習っている時に何度も言われるんですけども、捨てバルーンというかサイドカット用のバルーンと本体のバルーンをちゃんと意識しなさいっていうことをよく言われるんですね。今のパターンで言ったらこんな風に、まあ、村の形が残っているわけですね。こんな風なこんな感じになっているわけですね。わかりますかね。そしたら本体はここなんですよ。こっちからメインパートは上がっていくんですね。でもそうすると当然この6時が残るじゃないですか。ここはだからカット用の少ないバルーンで削りを入れておいてからこんな感じ、バルーンカット用のバルーンでこう削りを入れておいてからメインバルーンをガツンとこうね、合流させるような形で回していくっていう感じ。これが皆さんよく言う回すってやつなんです。なんで最悪このカット用のバルーン、このカットのバルーンっていうのは死んじゃってもいいかなっていう感じ、落とされちゃってもしょうがないかなっていうぐらいの気持ちで使っていって、なるべくそれを残すようにメインをタイミングを測って出していくっていうね、こういう格好を作ってます。なので今のその序盤のですねライトニングなりスニークゴブリン を合わせたヒーローパートを使うことによってしっかりと、対空防衛を削っておきつつ、今のねバルーンのこのカットバルーンとメインバルーン、この2つの出し方の、組み合わせっていうのを使いこなすっていうところがこのですねラバルをうまく使って全開取るコツになってくるのかなというふうに思います。これができるようになると結構楽しいと思いますね。今までやっぱり、まあ、陸編調のそのなんていうんですか、ユニットの強さがあったので皆さん陸やったと思うんですけども、私もですねやっぱりこれからどんどん空やっていきたいなっていう気がしますよね。で、まあ、そういった中でも今回の今私が話してるこのポイントっていうのは教わった中で、かなりですね大事だなと思って、自分自身こう意識しているポイントなんで、まあ、皆さんにもこれをですねお伝えしたいと思った次第です。ちなみにこの2本は、ラバルでやりました。失敗しましたねまだまだ、熟成卒業はしばらくかかりそうでございます。でキリさんの、この失敗したアタック、これもちょっと見ていきたいと思います。でこれに関してはもう本当従来の形ですね。2サイドパートも援軍釣っちゃいます。こんな形でタウンホール側ここですね、完全に主力の対空防衛が密集しているアーチャークイーンもいますよね。ここをもうヒーローで叩いていきます。これもバーバリアンキングとアーチャークイーンだけで叩いていくんですね。それがなかなかまあすげえなと思ったんですけど、ただしもう一個見てみると、これ中心部にあるクラン城の周りにはまあ、インフェルノとエアスイーパーぐらいしか、まあ、対空防衛として、機能する防衛がないということで、ここにライトニングを当てるっていうのはものすごくこのコスパが悪いですよね。
悪すぎるので、そうはしないで、呪文枠っていうのは、クローンだったりレイジだったりフリーズヘイストに割いているということですね。思惑通りこれしっかりと6ジガをカットすることができましたね。でロイヤルチャンピオン12時に出していきます。出していって、でここで、本当は多分グランドホテルの増ぐらいまで見てたのかなと思うんですが、残念ながらそこまでちょっと追い切れなかったんですね。追い切れを移されちゃうんですけども、この後それに、合わせて後ろからバルーンからの突撃感ですね。これ、黒いホーミング爆弾ってやつを意識して少し突撃感出す、タイミングを遅らしてますね。こうすることによってこの、序盤で突撃感が押されるというリスクを減らしています。で、ここでしっかりと、バルーンたちにクローン、レイジをかけて、ライトニングドラゴンも中に入ってるんで、こいつらが中央を暴れまくって、ルートを作るという形ですね。今回のこの、キーさんのアタックっていうのは、おそらくですね、主力部隊をこっちの、3次方面から出した部隊にしたんじゃないかなって、個人的には思いますね。多分こっちがメインなのかなっていう。今回はでメインを当てていきながら、メインはこのまましっかりと9時方面に流すので、邪魔なこの12時方面をアット用のバルーン部隊なので、ラバハウンド1体プラスバルーンは10体ぐらいでこう削っていたというところなんでしょうね。で、中心部に集まっていたバルーンたちの数がまあえぐいことになってますよね。これぐらい集まってくると、そうそうもう落とされることもないので、そのままホームに乗っかって全開で持っていっちゃうということですね。まあ、ただですね、不運だったのはこれ、ここにテスラが1本生えてきちゃって、これ初見だったのでね、完全にこのテスラがノーマークになってしまったんですね。で、その結果、残り30秒、なんとかなるかというところだったと思うんですけども、バルーンたちが思いっきりお散歩しちゃってですね、テスラに向かっちゃって、時間切れというところですね。なんでこの、3時方面出していたガーゴイルも全部落とされちゃったんで、結局ね、こう回収が間に合わず全開ならずというところになったのが、まあ非常にね、もったいないところではあったんですが、まあですね、今回のお話で、お伝えしたかったポイントは大きく2つです。まず、突撃艦、ライティングの呪文ですね。これを使うのは、クランジョ周りに、投石機とか、まあ、イーグル砲とか、そういう対空防衛が密集している、場合、そこに使っていって、さらに、大体そういう場合って、周りにその、結構ね、強い施設を固めている方が多いので、発想的にね。そこに今度ヒーローたちを刺していって、さらにヒーローパートで対空防衛削っていきながら、ラバルのルートを作ると。いう形ですね。で作ってできたルートを、しっかりと今度は、ラバルで回していくという形になる。で回すときにはメイン用のラバハウンドブとラバハウンドバルーン部隊とカット用のラバハウンドバルーン部隊、これをしっかり意識しながら使い分けることがすごい重要だというところですね。で、クランジョ周りに投石機とか、まあ、イーグル砲みたいな対空防衛があんまない場合っていうのは、まあ、無理にそれをしないで、今のこの3本目のね、キリチョウさんのアタックみたいに従来の、スーサイドパート、バーバリアンキング、アーチャークイーン、ロイヤルチャンピオンを使って、序盤、削りを入れてから、突撃感を当てていくみたいなね、形でルートを作る。まあ、いずれにしても、ライトニング呪文もそうなんですけど、ルートが作れないことには、やっぱりラバーハウンドとバルーンって、やっぱ使えないなっていうのも私も実感していて、そのルート作りに、この、ヒーローパートだったり、ライトニングがちゃんと生きるかどうか、そこですよね、が結構、重要なのかなと思います。やったはいいけど、ルートができないと全然ダメなんで、私のですね、この対戦のこの一番攻めた、パターンっていうのはまさにそれですね。これ前の動画でも見てもらったんで、ちょっと軽く流すぐらいにしますけども、これ、対空防衛をすごいね、意識して壊したんですよ。見てください、これ。なんと、これ、ライトニングで、クランジョプラス、投石2個プラス、インフェルノプラス、安いパー1個、こんだけ壊したんですよ。もう終わったも同然な気がしませんかね、ここまでできたら。なんですけど失敗しちゃうと。イーグルホートロイヤルチャンピオンはこれ、ウォールバスタープラスのイエティでしっかり処理していくと。おまけにタウンホールに関してもバーバリアンキングとアーチャークイーンで処理していくという形ですね。で、まあ、こんな風にやっていったんですけども、結局見てもらうとバルーンのルートがすごいうまくできてないんですよね。まあまあ、こっちからね、こういう格好で回していく。ないしは逆は難しいのかな、でも、うん。1時方面から3時方面に向けて回していくっていうパターンがもしかしたらできたのかもしれないですけど、何を血迷ったか私はですね、思いっきりこの、9時10時面から出しちゃったもんだから、なおさらばらけちゃって、全然ダメでした。
こういう風に真ん中がねこう空いちゃってる場合って、中央に入ってきたバルーンたちがもういろんなところにこう散っちゃいますよね。なので、ルート作りに序盤の、ライトニングだったりヒーローパートが全然なってなかった場合には、まあ、こういうことが起こってしまうということですね。なので本当にですね気をつけてもらった方がいいかなって気がします。今回の、まあ、自分の反省で言えば、ここですね、もうイーグル4は序盤無視しててもいいから、ここをしっかりとヒーローパートとかで、とか、まあ、突破兵器を使って削っていって、ラバーハウンドとバルーンをこんな感じでね、まあ、逆かな、回していくみたいな、まあ、そんなパート展開をすれば、まあ、もうちょい良かったのかななんていう気がしますね。まあ、そこら辺の反省っていうのもあったんですけども、まあ、とにかくですね、ラバーハウンドとバルーン、この組み合わせ、まあ、ドラゴンもそうだと思います。ラッティングドラゴンもそうかな。まあ、いずれにしても空が強くなったっていうことはこのアップデートで言えると思うので、まあ、本日お話ししたポイント、まあ、最後のこの動画でね、いかにそのルート作りが大事かっていうところに関しては、雰囲気つかめてもらったんじゃないかなというふうに思うので、それを意識しながらライトニング選ぶのか、それともまあ突撃艦に、クローンレイジを選ぶのか、呪文の判断ですね、クラン城周りにどんだけ、使用施設が固まってるのか、この辺なのを見極めながら使い分けていってもらうと、あとは、ラバーハウンドとバルーン、カットバルーンとメインバルーン、この使い分けを上手にすることによって、ラバーハウンド戦術っていうのがねこう板についてくると思うので、ぜひね私もこれから練習するし、自分の全開取れたらやったぜってこう上げると思うので、ぜひね、そんな私の、成長も見ていただきながら一緒に頑張ってもらえたらなというふうに思います。というところで本日の動画を終わりにいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴いただけたら大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。ぜひね、皆さん関西クラクラクラブにも、遊びに来てください。キリ長塾お待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。